それでは今夜のゲスト海洋冒険家の白石康次郎さんです。こんばんは。こんばんは。お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。白石さんね、もうね、入ってくるなりも元気はつらつですよね。なんかね、エネルギーッシュ。は僕ね、朝の四時頃から元気ですね。ものすごい元気。は、何時頃寝るんですか。寝るのはバラバラですけども、ずっと元気だね。もう何時に寝ても基本的にもう早朝に目が覚めてしまう。基本的にほら、ヨットで一人で回ってるでしょ。で。 24時間体制なの交代要員がいないから1時間くらいしか寝ないのなるほどずっと元気でなきゃいけないのねすごいでもそんないつ頃から言っとで世界しようとか思ったんですかまだ覚えてないんだけど子供の頃からですねガキの頃にあのね夢とか志ってかっこいいんですけど当時そんなのわからないから好奇心ですよね鎌倉育ちでで鎌倉の海岸立った時にね 海って大きいなと思って、うん、でねあのどうしてもねあのこの水泳線の向こうに何があるかを自分で確かめてみたかったんですよあなるほど、うん、確かに子供の頃ってあっちに何があるんだろうとか思いますよね、うん、そうで、えー、ほらねここ,ここずっと行くとまた元のところ戻ってくんだなんて言ってたのを僕は素直な子だったんでね<ー>やってみようとそれで世界一周しちゃったんですけどあそうそうあのね基本的におっしゃる通りですそうです、えー、ものすごいシンプルですだから だって実は船酔いしやすい体質だったとて聞いたんですけどどうしてそれで世界一周ができちゃうのかっていうのがねいや船酔いはつらいよ克服されたってことですかしない今でも今でもスタートしたら3日入ってますねえゲロゲロですえそれでよくやめようやっぱりって思いませんでした思います思います思います思い決まってるじゃないですかよね何が楽しいんですか でもね、船酔いっていうの面白いもんで、最初苦しいでしょ、一人だから寝ないんで、24時間吐き続けるんですよ。で、あるね、きね、いろんな薬とかあるじゃないですか、船酔いする人ね、酔い止めて、私たち、セーラーは飲んで眠くなって寝ちゃうと危険なので、結局、薬には頼れない、でね、いつしかね、もう船酔いするんだから、もう酔うことを避けるのではなく、どうせ、酔うんであれば、 楽しくよっていうそういうあのこううものすごいポジティブ,、ね、ティブになりましたね究極のポジティブ出ましたねであらゆるものを吐きました私、えー、はいでうどんとか麺類は鼻から出たりしてのど越し悪いんで、えー、あらゆるやめてください、えー、でつぶるいはいいんですけどもある日ねオレンジジュースっていうのあったんですよでうわ吐きそうだなと思ってバッと飲んだのでまあ美味しかったね当然気持ち悪いからまたすぐ戻すんですよでその時にねあの ななんとかこう胃の粘液の,あの酸っぱさとオレンジジュースの酸味がマッチしてね、うん、吐きながらうまかったんですよ、えーえー、でこれはうまいと新しすぎる視点ですね <laughs> それはしかもお得なのはね100円のオレンジジュースが200円分楽しめ行一度帰りと倍ですリバーシブルでリバーシブルで すごいお話ですお食事中の方申し訳ありませんでしたがでもすごいちょっと新しいいやでもこれは例は汚いけどもいい話なんですよ確かにそうですねそこまでをも楽しむというこの精神そうするとね今までほら先を先ようとしたの嫌なことでも一旦受け入れて消化するとね今度ね主導権が握れるのね船湯に対して今まで逃げてたわけこれは結構ね大きなポイントかもしれない あれ世界一周って期間でいうとどれぐらいかかるんですか、はい、えっと期間は最初無機構でやった時はね、えーえー、まだ突っ張ってる頃で26歳の頃ですね、えー、で176日半年半年半年、えー、はいでまあその後夜いろんな国によるレースとかやった、はいえー、100日ぐらい走りますかね、えー、無機構ってことは、はい、本当に無機構なんですか無 もうすごいですね、うん、あのお坊さんでね戦千日開放じゃないですかそうそう千日開放より近いです近いですよね近いです、はい、そうしたらもう,、はい、もう白石さんやっぱ相当な精神力ですねこれ精神力っていうかね、えー、でもその中でもずっと楽しかったからねえ からスタートは日本の場合は、えーと、そのまま横に行くとアメリカにぶつかっちゃうんですよ、今はほらパナマ運河、はい、スエズン運河ってあるんですが、われわれ、セーラーは使えませんので、えー、で要するに一回南に下りますね、<ー>南極とアメリカ、ね、南米の先端のほう岬、この間を通るしかないんです、はい、上は北極ですから、えー、あの氷が阻まれてるんで。えーはい 1> 1回もうニュージーランドの方に向かって赤道を越えて、えー、であの南米の先端の方岬と南極半島の間を通過して大、はい、西洋に出ます、はい、でそれから大西洋南行ってこの希望法アフリカの下を通って、はいはい、でインドの下を通ってオーストラリアの下を通って北上とだ下がって南極を一周して帰ってくるみたいな、えー、すごいですよねそすだって気候だってやっぱりうん まあ世界一周ですから、うん、あのいろんな気候ですよね。はいはい。いろんなもあります。暑かったり寒かったりとか。荒れたりね。えー、今度風がなかったり。あ、あれだって例えば台風とか来ないですか。はい、来ます来ます,来ますよね。あ走ります走ります。走りますいやすごい。<laughs> 想像絶しますね。ですよねああ。うんうん、一番辛い時って。うん どういうときはね、あのー、自分の思うように走れないときかな、荒れるときとか、うん、ひっくり返ったりね、うん、トラブルはあるんですけども、うん、なかなかね、あのー、要するに、思ったように走れると気持ちいいです、どんなときでも、えーで。なかなかうまいこといかないときあるんですよ。そこはなかなかやっぱね、歯がゆい,いですね、走ってて。うん、うん若い頃はねで、今はそれを楽しめるようになったかなな待つここことととをするるができることになったな。 あ待たされることがなくなりましたはあ<ー>、はい、いやでも自然との調和っていうか戦いでしょいやすごいよねそれね穏やかすぎてもまた行けないの、ね、そうだから僕の最高ねあの2週間止まったことあるよ風がなくて赤道ドルドラムスっていって赤道無風帯ってとこあるんですよ、えー、でそこは通常風が吹いてないです<ー>で通常で3日間船が止まりますもう風がなくて、えー、で僕の2週間ってあってね 二週間全くも風吹かない,い,いあれはね大変だった一人でしょたしかもです,、ね、<laughs> すごいですよね <laughs> あ,あ,あ,あの言っときますよ私友達がいないとかそういうことじゃないです <laughs> <laughs> 人懐っこいですから私はいはいお話伺っててもすごく伝わってきますそれはそんな白石さんがですね今児童養護施設の子どもたちともね交流なんかをされてるっていうことなんですけどもどんなことをされてるんですかそれは基本的にあの児童養護施設と言いますとね昔はほら親御さんがいなかったね。今はね 実はね、9割の子どもたちに親がいるんです。親のいない子って1割で、今、虐待が多いですかね、虐待を受けたり、あと、経済的な理由があったりして、教育放棄された子たちが多いんですよ。ただ、彼だって、望んんででで児童養護施設に入ったわけはないすよだから、考え方一つでね、彼らはね、いっぱしに人生歩んでいけるしまた、 ね、本当オリンピック選手にもなれるだろうし、うん、で日本のために貢献できるだろうしね、うん、幸せになれると思うんですよ。うん、だからやっぱそこがね、うん、あのポイントかな、うんで。そこを僕は今までいろんな辛いことあったけど、うん、まあ、 ご覧のようにえ一人でも楽しく、ええ、<laughs> どんな無風帯であろうが、うん、どんなあれをが、うん、本当、楽しい人生だったのね、うん、だからそういうことをこうなんかこう感じてもらえばなということで、うん、まあまあ、まもう毎月。 あの通ったりいろんなイベントしたりしてますね。えー、うんな王島ヨットセーリングするね、はい、チャレンジもされてる。今年はね。しましそうあのー、子供っちをね五、えー、人四人ぐらいですね、えー、トレーニングしてで彼らの力だけでヨットで大島往復いってきました夏休み。女の子もいましたよ女の子もいましよ。うん。えー しかももちろんみんな未経験者ですよね不う初してたみんしてましたねいやでもそれ貴重な体験ですよねやっぱりねだから自分で自分を強くするっていうね自然と戦ってっていうかそうなんですよ素晴らしいですよねだって彼らはさ18歳で国の援助がなくなります何の後ろ盾もなく世に放たれるわけで彼らに同情しようがねいい僕の立場でいい両親をね けけるわいいかなし僕ができることはね彼らが18歳になって世に放たれた時にたった一人でもね明るく元気で過ごすすべを教えることねど。物を与えるんじゃなくてお金を与えるんじゃなくてねいい話ですすねねそこを今やってまか考え方捉え方一つ気持ちの持ちようだって体は健康なんだから打ち込めるものを見つけて。 そういうことですうん。やっぱねすごいですよね世界一周してきていろんなことを経験されてるから余計重みがありますよねぜひ今日は白石さんのアクション宣言をお聞きしたいなと思うんですがはいいかがでしょうか私のねアクション宣言はねそれをさっき言った児童養護施設子供たちにもいつも言ってるのは人生においてね使っていいものっていうのは三つしかないとはい。愛と夢と忍耐なんです僕も後悔もそうなんだけどいい言葉ですよ愛と夢と忍耐ですね その使うなと怒り悲しみ心配事それを絶対使っちゃダメだよと常に何か問題が起きた時何かやる時愛情と志夢と刃物の下に心を置くような忍耐ねでその3つがあればね大概乗り越えられるんだよねしかも元気でいられるっていうのは僕のまあ経験からもなるほど そうですねいい言葉ですねついメモってしまいました他のものを使うと大失敗し確かに怒りと心配ばっかりしてると嫉妬もそうだし人を羨ましがったりもうどうしようどうしようって心配したり常にやっぱりこう明るい方向をさ向くことが結構ポイントでさっき言ったヨットで一人なんていうのはだってネガティブ要因なんてま万と 心配し始めたらもう切りがないですよねすよ確かに、うん、で一番簡単なことなんか死ぬことでしょわけないです死ぬなんて、うん、ポンと飛び込むいい話で、うん、でその時にね、うん、海を愛し船を愛しで自分を愛することね、うん、これが今のね若い子は特に、まあ、児童養護施設の子どもってそうなんだけど、うん、自分のことを好きじゃない人が今とても増えてんのねあ、うんうん なるほどもっと自分を好きになるってことですねそうそう,そ,うそれでいいんですよ、うん、で夢ってこ,これはこうダイレクション方角ですねであのね辛いとか悲しいとか練習でも勉強でもそうなんだけど、うん、その勉強が辛いとか、うん、そ練習が辛いんじゃないのね、うん、ただ僕なんか楽しい練習もあるんだから、えー、ただ好きなことだっていくらでもできるでしょ、うん、でそれは目標に向かってるか向かってないからね、うん、目標に向かってればねどんなことでも こう楽しくなるんですよ。ね僕ね白石さんにこの間あったと言ったんですけど、ぜひ夢の課外授業ね僕らのうん、うん、もう加わってっね、えー、くださいってお願いしたんだけど、っね、やっぱりそのねちょっと低学年だっとちょっとわかんないけども高学年ぐらいの子たちにぜひ貸さいですね。えー、そうですね。うん、まチ、あ、グさんもね結婚したばっかりだから今言葉をもっとに新しい航海にまどり出してますから。そうだよね。だからそうぜひこれ使ってよ。うん、はい。いいですか？ 心配とか憎しむ事と,とかね,ですね旦那さん使っちゃダメ愛と夢と忍耐で愛と夢と忍耐を使うんですよです、ね、結婚生活も、うん、結婚生活にぴったりですねで旦那さんも使うんでしょお互いに使うこと、うん、そう,そう勉強。一番勉強になりました今、うん あれじゃあ白石さんに色紙かなんか書いてもらって片山に貼っときまあ今はね新婚なんでね3年後にお話を伺いましょうはいそんなですね今3年後の話しで白石さんが2年後の2016年に大きなチャレンジがあるというそうですえっと世界でね今最もあの大きなレースでねバンディグローブっていうフランスからフランスまで ノンスストップでこれ世界一周するレース、ね、またノンストップですねこれ最も過酷とされるそうですねあのー、あ<ー>で船も大きいですし、えー、資金もかかるので、えー、まずねこう出ることが大変あ<ー>、うん、今まで一人で地球一周した人って200人いないんだってえー、えー、だからほら,ほら宇宙飛行士よりもはるかに少ない確率なんですよね 市場少ないですだからそれでまあスタートするまでね何億円という資金があるからそれ集めるのも大変だし今とスタートしたらね大体3分の1しか返ってこないんですよへえ30手出たら大体10手ぐらいこの間ね前回20手出たね8手ぐらいかな返ってきたのえうんでもそうか自分で市場する費用とかっていうのも集めなきゃいけないとてもあって集めなきゃいけないそれで自分でやらなきゃいけないっていうか これはもう大変ですねまず丘の冒険ね、スポンサー、突き集めなきゃいけない、今度、それができてスタートに立ったら、今度、大自然に挑むわけだから、両方、向頑張らなきゃいけないという、まだ私、出場がね、決まったわけではないので、これからも、え、みんなにご協力いただいて、いいスポンサーを見つけたり、みんなにご支援いただいて、いい形で2016年出場できればなということを今、頑張っております。なるほどはい ちぐささん、魅力ながら貯金しておいてくださいね。ていうか、フランス来てスフランス、応援に、いいよ、お旦那さん連れてさ、フランス、新婚旅行、2年後まで持ってれば、じゃあ、持ってればもし、ぜひ、それでまた楽しいご報告ができればと思ってます。ねでも、ご家族も本当に応援されてますしね、白石さん。 ぜひ頑張っていただきいたい、ねはい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。応援しております。はい、あっという間にお別れの時間となってしまいましたが、ぜひですね最後にリスナーの方へ元気になるメッセージをいただければと思います。もうとにかくね、もう元気が一番ですから。あのー、明るい方向を向くこと、自分の心のコンパスに従って、うん、いろんなこと、それ人間だからあるんだけどね、うん、あの暗い方向を向かないでね。 あの明るい方向を向いてね、うん、あればいいと思います。はい、本当にね、元気勇気やる気って僕もいつもそう言ってます。うん、はい、うん。ありがとうございました。<laughs> え今夜のゲストは白石光次郎さんでした。またお待ちしています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。